そういうのいいじゃないか。はい、せーのって言ったらと思うんですよ。いいですか、ね、これよくやる、司会者がよくやるやつやってみたかったです。せーの、はい、いいですね、はい、いいですね、ジャンプ、こんなのもあるらしいね。拍手とかも練習しちゃおうよ、パチパチっていうのね、パチ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 、あ、いいですね、いいですね。じゃあ僕がこうちっちゃくなったらちっちゃい拍手、大きくなったら大きい拍手しましょうかね。そんなに大きくないよねとかは言わないでくださいね。はい、じゃあちっちゃくなってちっちゃい拍手、はい、大きい拍手、ちっちゃく、はい、大きい拍手、あ、いいですね、その拍手絶対楽しいですね。みんなが楽しそうだったり、うわーうわーっていう声でリアクションいっぱいしてくれるとね、やってる人も楽しいんだって。だからね、絶対楽しくなります、この拍手練習できたから。いっぱいお子さん見えてきたね、子供たちに楽しいお歌が始まるよ。今からの歌は子供たちが楽しくなるよ。目があったよ、目があった子はもう来てね、始まるよ、楽しい歌始まるよ。みんなが知ってる歌もあるんだってよ、ドラえもんとか忍たまとか三つ首のランナーズスリーとかやるかどうかわかりませんが、最後の曲は、ね、ちゃんちゃんと聞こえるよ ね。おお、このギターのメロディーはあの童謡かな、ね、あの童謡ですね、きっと ね。あ、これきっとあれだわ、グレーのハウエバーですよ、きっとね、うん、はい、世代だけ受けるね、はい、僕も同世代だけ笑わせていこうと思いますね、はい、わはは言った人は絶対ね、青色のレビューっていうアルバム持ってたはずですね、はい、300万枚売れてるんでね、あれね、はい、もう全然ジェネレーションギャップですみません、もうね、分かる人だけ笑っていただければと思いますね。あ、マイクテストしてみたい。はい、僕の声じゃありませんね、ちょっと楽しくなってきましたね、離れしてきましたよ少し。あー、いいね、この感じはいいね、なんか夏の曲っぽいの、チューブかな、チューブかな、いいですか、もうちょっと、歌っていただくのは君色さんたちです、よろしくお願いします。みんなこんにちは、決まった子しか言ってない、もう一回みんなに聞くよ、せーの、こんにちは、こんにちは、はい、子育て応援グループの君色です。また私は歌のお姉さんのさお
通りです。今日は子供たちとね一緒に楽しい歌を歌いたいと思います。皆さん一緒に歌って踊って楽しんでください。ではまず最初の歌は虹の向こうに。中学生もね知ってる歌が、何曲か出てきますので、知ってる歌はね一緒に歌って踊ってもらってとね、最後の歌の時にみんなにこのねステージに上がってきてもらおうと思ってるので、舞台に上がる準備しといてくださいできるかな、もうしてんのじゃあね、はい、じゃあね、メドレーいきたいと思います。じゃあいきます、キッズソングメドレー。どんな色が好き？
ンダとウサギとコアラ順番に行くよ。パンダ、ウサギ、コアラ。Thank you.
れて最後も一緒に歌う？あ、ありがとう。最後も一緒に歌う？ありがとうの話知ってる？知らない？知ってる？ありがとうのな。知ってる？あ、そうそう、お母さんと一緒の。知ってる？じゃあここで一緒にやろうか。そう。一緒にやろうか。じゃあちょっと振り付けコードします、子供たちに。じゃあね。ありがとうの花が咲くよ。ステージを降りましょう。今何時かな？時間早いんやったらアカペラで、あと5分、じゃああと1曲か2曲なんか子供の歌でリクエスト受けようかな。なんか歌ってほしい歌ある人ない？あります。あります。誰だ？どこだ？はい、ちょっとなんかさ流行りやな。でもなもうちょっと踊れる歌する。何がいい？マッシュル。アンパンマン。アンパンマン。
マンどれがいい？アンパンマン行く。むずい。もっと簡単だとする？春よしチューリップでも歌う。チューリップ歌える人。咲いた咲いたのやつ。じゃあそれ行こう。お父さんお母さんおめでとうございます。これからね楽しい保育園生活送ってください。では君色でした。ありがとうございました。ありがとうございます。